世界で通用する科学者や技術者を目指す高校生のコンテストが開かれ、自慢の研究成果でしのぎを削りました。朝日新聞社とテレビ朝日が主催する高校生科学技術チャレンジには13回目となる今大会、全国から過去最多の255の研究作品が寄せられました。このうち30作品が最終審査に臨み、高校生たちはそれぞれのブースでパネルや模型などを使って研究成果をアピールしました。その結果、最高のグランドアワードには私立千葉高校の研究など3作品が選ばれました。今回各賞を受賞した合わせて8つの作品は来年5月にアメリカのフェニックスで開かれる世界大会に進出します。